ここは滋賀県多賀町にかつて栄えた集落である。平家の落人が開拓した集落であったとの言い伝えも残る。それほどに山深い辺境の地である。冬季は雪が深く、人々は長く苦しめられた。資産業であった林業は木材需要の減少と海外勢に押され、衰退の道をたどった。村人は都市部へ仕事を求め、移住が活発となり、過疎化が急速に進行した。ディスカバリージャパン。まだ見ぬ新しい世界へようこそ。シリーズ、かつて栄えた村は今。今回は滋賀県多賀町の茂原集落を訪ねます。かつて栄えた村があった。町から人々は去り、家だけがポツンと残され、帰るあてのない家族をひたすら町は浴びている。ここで一緒に暮らしたあの人たちがいつ帰ってきてもいいように耐える姿がけなげだ。いずれは朽ち果て草木に飲み込まれていく運命か。まさかこんな日がやってくるとは誰も想像だにできなかった。不自由な生活の中で、それでも懸命に生きていく。かつては賑やかだったあの頃を覚えている人も、いずれは誰もいなくなるのだろう。この村で過ごしたかけがえのない日々、友情や絆、思い出など、それらも伝えられることもなく消えていく。すべてが懐かしい思い出だが、人が消えればそうした記憶もかすれていくのは仕方のないことか。
ふるさとを離れて今思う子供の頃の思い出。なお文と画像は関係ありません。学校まで4キロの道のりを雨風の日、来る日も来る、ひたすら学校へ通った。山道は動物の出没に怯えて駆け足で通り過ぎる日々。いつまでこんなことをやってるのか。なんでこんなところで。どうして私だけがこんな山の中に生を受けたのか。先祖を恨みました。明け方、吐く息で布団は凍っていた。いつも通り朝6時に起きて、窓の外を見れば、つららが輝いていた。家を出た時は、一面の銀世界だったのに、峠を下ると、麓の集落に雪はなく、暖かな日の光が、私を包んでくれた。集落のバス停のところで先輩たちと待ち合わせ。先輩たちは今日はやけに寒いと話していた。私の体はほてって汗がにじんでいた。先輩たちの集落までは街灯がついているのに、私にとって一番必要な峠に電灯はついてない。その代わり、熊よけの鈴があちこちに立っている。学校で一番欲しいものと聞かれて、街灯と言ったらみんなに笑われた。先生も笑っていた。懐中電灯の電池は切れていて、お父に頼んだけど、町まで行かないと電池は売ってない。今度行ったら買ってくると約束してくれたけど、そもそも町に行くバスが廃止してしまい、懐中電灯が活躍する見込みはない。みんな私の苦労を分かってくれない。クラブ活動で遅くなると、家に着く頃はもう真っ暗に。同じスタートラインに立っていても、私にはハンデがある。公平、平等、そんな言葉は私にはない。しかしその学校も今は消えてなくなった。私が卒業と同時に、周りの人たちはみんな卒業まで学校があってよかったと言うけど、どうせ亡くなるならもっと早く亡くなればあんなに苦労することもなかったのに。とにかく早くここを出たかった。最後までご覧いただき、ありがとうございます。